1枚 めくっていただいてね、これをご飯にのっけせると。はい、はい、どうもリーチです。あ、料理のラさんです。今日はね、もうね、見た感じのあれで、あれしてます。今日も1番になってるわけですよ。すでに1番になってる僕がですね、さらに1番に絶品のこのレシピ、今回の主役はですね、これです。大葉、今ね、大葉めちゃめちゃ安いんですよ。今使わないで、いつ使うの、今でしょっていうところでですね、どうせそうめんに、そうめんでしょ皆さん、どうせそうめん使ってるでしょ、ね、大葉はご飯のおかずになるんですね。大葉で白米をギョリギョリくっちりいきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はいはいはい、ということですね。お酒飲んでるときは何も怖くない。まずね、これ大葉なんですけども、剥きますよね。まあ、できたらね、洗った方がいいです。洗ったら絞ってくださいね。余計な水分ね、付着してるとね、あんま使わなくなっちゃうんで、もう茎ね、結構ね、舌触りが良くないと硬いので、もぎります。包丁いらない。で、ここに入れますと。白だしね、もういつもお前白だし使ってんなって皆さん思うかもしれないですけど、大さじ2半ですね。ね、大さじ4だから 60cc ですね。はい、こうね、全部浸かるように、こんな感じ。冷蔵庫で30分寝かす。一番簡単じゃないこれ、今までで。一応僕料理研究家なので、こういう料理をやってしまうと、これ本当に料理なのかよみたいな。30分、これ、ね、30分冷蔵庫で寝かせるんやね。ああ、ということですね。30分経ちましたので、もういい疲れ具合になってると思います。見てください、キンキンに冷えてます。ほら見てください、もうね、いい感じに使ってるんですよ、これね。これもう30分使うだけで、まあ20分とかでも食べれるんですけども、1枚目ね、めくっていただいてね、これは大葉に、大葉ご飯にのっけせると。はい、これで大葉の完成です。はい、ということでできましたね。食べていただきます。いただきます。キンキンに冷えてやがる。巻いてくるんですよ、ご飯を。これが、いただきます。これね、マジで最高だからね。ちょっとつければつけるほどうまくなるんですけど、ほんとおいしい。大葉の香りがね、すっごく爽やかでね、すっごく爽やかなんですよ。だしが染みたこの大葉がね、もうね、大葉でがっつりご飯食えるんですよ、これね。たまらん。たまるもいいんですけど、僕のおすすめの食べ方、ラー油かけるんですよ。そうそう、数滴かけて、こいつを終わるんですよ。夏はもうこれだけで過ごせるから、ラー油いいと思います。ラー油、海苔みたいに巻いてく。今これ今日はご飯でやったけど、あのね、やってみる。ネギトロのパック買ってきて、これ包んで食ってください。この大葉の浅漬けのレシピは、さらば青春の光の森田さんも絶賛してくれて、いろんなものに巻いて食べてもらって、何が美味しかったか選手権やってほしい。本当に僕はご飯とネギトロしか知らないんですけど、多分もっと美味しいのいっぱいあるはず、いっぱいあるはずです。ぜひ皆さんやってください。30分つけるんですよ。30分つける間に俺何杯飲めるかやるか。あ、ダメ。それ、広告的に無理。スタッフストップ。